はい、おはようございます。こんにちは、こんばんは。カエデさんちへようこそ。お元気でしょうか。今日もくだらないお話をしていこうと思っております。ちょっと前にっていうかな、まあだいぶ前だけど、レコーディングダイエットっていうのがあって、今は一旦痩せたんだけど、また太ってしまったっていう、大学教授かなんかね、がいて、なんだっけ、岡田さんだっけな、岡野さんだっけな、忘れちゃったけど、今その方が提唱していたダイエットなんですけど、その毎食のカロリーってあるじゃないですか、まあ、お菓子だったりとかね、何キロカロリーとか、まあその自炊にしてもこの量を全部食べればこのくらいの量のカロリーを摂取しますよみたいな感じであると思うんですけど、それね、まあ真面目にやった方がいらっしゃったりとかしてて、で、その方たちがさ、ね、頑張ってやってはいたんだけど、やっぱその計算するのがめんどくさいだとか、なんだろう、一つのこのね作った量のカロリーから、なんだろう、 100g ぐらいのカロリーを計算するのがめんどくさいっていうようなね形を人がい、あのそういうめんどくさいと計算するのがめんどくさいっていうのがやっぱり何人かいらっしゃって挫折をしたっていう方が多いみたいですね。まあ大変だよね。そのなんだろう、まあマックとかモスバーガーとかそういう外食でね、あの出された分を全部食べるっていうぐらいだったらそのカロリー計算しやすいけど、その分の量のねカロリーをまあ覚えたり紙に書いたりとかすればいいんだけど、まあ自炊の場合ですよね、全部食べその料理を全部食べるわけじゃないじゃないですか。その他のまあね旦那さん奥さん子供がいるわけで、その分の量をね計算して食べるっていうのはちょっと大変だということで、ちょっと少々めんどくさいわっていうねデメリットがあって、まあもちろんね、そのあの分けてね、最初からそのお母さんの分お父さんの分の方を分けて全部でこのくらいのカロリーだからメモってねって言えばね分かるんだろうけど、それもだん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 めんどくさなくなって、自分で測ってって人任せになってしまう部分があるからね、大変だよね。だから私はもう元からそういうことはしてません。それを聞いた時にこういうダイエットもありますよ、私はこれで、ね、20キロ痩せましたとかさあったりとかしてたんだけど、っていう感じ、めんどくさそうだなっていうふうに思っちゃったんで、結局やりませんでした、それはね。まあ多分今でもやってる人はいるんでしょう。それが癖づけになってねいる方もいらっしゃってて、それをやらないとちょっと気持ち悪いというかさ。一食だけでもこの計算しなかったりとかカロリーをメモらなかったっていうことでちょっとムズムズする人がもしかしたらいるかもしれないね。どうなんだろうね、やってる人、そのダイエットを提唱した人もなんか元に戻っちゃったから多分やってないか、まあやってたとしてもそれを
上回る食べ方をしているのか、暴飲暴食をしているのかわからないけど、うん、なんだろうね。皆さんどうでしょうか。もしね、よろしければご意見いただけたらと思います。それで皆さん、さようなら。